はい、今回はですね、ズバリウォーズマンについてお話ししていこうかなと思います。まあ僕が好きな超人の一人でもありますね。まあ、今回はですね、戦績を紹介しつつ今後どういった活躍をするのかなっていうことについてもね、少しお話ししていこうかと思うんですけれど、まず基本データからですね、身長210センチ、体重150キロ、超人強度は100万パワー、ソビエト連邦出身です。で、超人総選挙2019では第5位ということで、まあかなり人気はありますよね。でウォーズマンはですね、本名ニコライ・ボルコフで、父はですね超人のミハイルマンで、母親は人間のナターシャっていうことで、要は超人と人間のハーフっていうことですね。はい、ちなみに、ニコライ・ウォーズマンはですね、ミハイルマンがロボ超人になった後にできた子供なんですよね。で、原理は不明なんですが、ミハイルマンはロボ超人になる際ですね、遺伝子レベルまで改造されて、その遺伝子がウォーズマンに伝わった可能性があるって感じですね。なおですね、図鑑の方では機械の体は遺伝するっていう記述があるんで、まあそういうことなのかなっていう、勝手に自分はね、解釈はしてるんですけどね。そのため、ウォーズマンはロボ超人と人間のハーフっていう感じになっていますね。で、そんなロボ超人なんですが、いろんなタイプがあって、ウォーズマンは生命体と機械が組み合わさったサイボーグタイプなんですね。はい。そのためですね、自らの鍛錬で肉体を強化できる一方、機械の部分はバージョンアップさせることも可能なんです。だから、能力を永久的に成長させることができるんですね。で、ちなみになんかこれも学研の図鑑に書かれていたんですが、サイボーグタイプってのは、その多くはベアークローを、まあ、装備、標準装備してるみたいですね。はい。で、さっきロボ超人のことについてお話ししたんですが、もう少しその種類についてね、紹介すると、まずですね、ロボ超人の中には3つ大きくタイプに分けることができて、1つ目がロボットタイプですね。それがですね、人が操縦することによってのみ稼働することができるって、超人かなとはちょっと思ったんですけど、例えばその挙げられている例としては、筋骨マンが作ったね、そのウコンとかね、これだいぶ最初の方のね、怪獣退治編の時に登場したとこで出てるんですけどね。はい。マンモラーとかが出てきた回ですね。で、あと他はね、アンドロイドタイプっていうのがあって、それは機械や電動装置で人と同じように自動で稼働するって、このタイプは結構多いんじゃないかなと思いますね。で、三つ目がウォーズマンたちのようなサイボーグタイプってことですね。生命体と機械を完全に組み合わせた生命体っていうことですね。はい。で、説明を続けていくとですね、まあ、ウォーズマンはですね、ファイティングコンピューターという異名を持っています。で、戦いにおいては電子頭脳で敵を徹底的に分析するんですよね。またですね、ベアークローによるスクリュードライバーなどの狂気技を使ったりとか、あと脱出不能ってことですね、はい、のパロスペシャルなど多彩な技を持っています。まあ、ウォーズマンといえばベアークローなんですけど、例えばこれ結構やってる人いたと思うんですけど、割り箸とか、あとね、ドライバープラスドライバーとかマイナスドライバーとかを指の間にね、挟み込んでね、ベアクローつって遊んだ覚えはありますけどね、結構他にもいらっしゃるかなと思うんですよね。はい。あと、まあ、楽器の図鑑では登場時なんですが、戦闘においては氷の精神を身につけていたんですよね。ただ、戦闘時間が30分を超えてしまうと、ショートしてしまうってことで、だったんですよ。まあ、後にね、延長可能な場合もありましたけどね。はい。で、続いて戦績ですね。初登場時は、超人オリンピックザ・ビッグファイトだったんですけれども、まあそこではね、なかなか鮮烈なデビューを飾ったんじゃないかなと思います。人によっては全盛期だったみたいな評価をされる方もいらっしゃるかと思うんですけど、まあそこではティーパックマンやペンタゴン、そしてラーメンマンなどを倒していますね。で、決勝戦で筋肉マンには敗れはするんですが、そこでもやっぱりね、そのウォーズバの強さっていうのは印象付けることができた試合だったんじゃないかなと
思いますね。人によってはこの試合をね、要は筋肉マンとの戦いをベストバウトに挙げられる方もいらっしゃるかもしれないですね。アニメではね、自分としてはかなり印象が残ってる試合なんですよね。っていうか、その小さい頃ですね、アニメで見た時ですね、結構恐怖を感じたキャラクターだったんですよ、ウォーズマンって。まあ、要は喋らずにね、呼吸音だけして、で、ベアクローで攻撃する様っていうのは、なかなかちょっとね、恐怖感を煽る姿だったのかなと思うんですけどね。自分他にもちょくちょくね、アニメでね、その恐怖を味わった時っていうのはあったんですけど、例えばですね、どういう時かっていうと、ちょっと話逸れるけどね、ゲゲゲの鬼太郎とかね、あれが要は妖怪獣とか龍騎って、要はね、鬼太郎自身がすごい恐ろしい化け物に変化したりしてしまう時があったんですよね。まあそういった時にすごく恐怖を味わったりとか、あとヌーベとかですね。そう考えるとウォーズマンの恐怖っていうのは自分にとっては妖怪の類と似たものがあったのかもしれないですね。はい。で、まあ続けていくとですね、7人の悪魔超人編ではバッファローマンと戦っているんですが、逆にね、ここで、ね、自分ちょっとショックでしたね。その要はバッファローマンに対してウォーズマンが怯えるシーンがあったんですけど、そのオリンピックとのね、そのギャップがすごすぎて、で自分としては結構ショッキングなシーンではあったんですよね。はい。まあ思えばね、ここからね、その苦難の道がね、始まったのかもしれないんですけれども、はい。で、次にですね、まあ黄金のマスク編、ここでは対戦はなかったんですが、要はですね、ウォーズマンの体にリングが作られるっていう、ある意味超展開になるんですよね。よくよく考えればですね、まあなんていうか、他のアニメとか漫画とかわからないんですが、あんまりない展開だったのかもしれないですね。対戦はなかったんですが、ある意味メインヒロインみたいな感じでしたね、ここでは。はい。で、次にですね、夢の超人タック編なんですが、まあ、ここでは最初ね、世界一凶悪コンビ、今、スカルボーズたちに勝って、てはいるんですけど、まあちょっとワンシーンで終わってるんですけど、その後ですよね、ヘルミッショネルズと戦って、ここでも負けてるんですけど、個人的にはね、かなりひどかったです自分としてはここ底辺かなとは思うぐらい、衝撃で目が見えなくなったりとか、あと簡単にマスクがポロリと取れたりとか、とにかくね、そのなんていうか、カマセイヌ以上にね、すごい脆いなっていうイメージがここでね、できちゃったんですよ、自分では。そういう点ではね、かなりひどかったですね、自分としては。後でラーメンマンとか救ったりしてるんですけど、まあそれを考えてもちょっとね、不完全燃焼にも程があるだろうって思った試合でしたね。はい。で、次はですね、王位争奪編の時ですね。まずここではですね、技巧チームと戦った時にザ・マンリキと試合をして勝っていますね。まあ試合相手としては少しちょっと格が下がった感じもあるんですけど、まあ個人的にはですね、好きな試合ですね。はい。っていうのも、要は少しの間なんですが、氷の精神バージョンのね、ウォーズマン、ちょっと残虐超人の時のウォーズマンが見れたっていうこともありますしね。あとまあ、要は30分以上戦うとショートしてしまうっていうデメリットを逆手に取ってですね、吹き出す煙を利用してスクランブルバイスから脱出するっていう、そういうクレバーな戦いも見せたっていう点も、まあ考えると、まあ、個人的には好きな試合です。ただですね、その王位争奪編ではその後ですよね、決勝戦で本来であればマンモスマンと戦う予定であったウォーズマンなんですが、要は特訓をして大阪城へ向かう途中にです。途中でですね、マンモスマンにね、襲われてしまうんですよ。で、その時にやられてしまうんですよね。だから試合をせずしてリタイアしてしまうっていうことでね、せめて試合の中で敗北するならまだしもね、決勝戦に参加すらできなかったっていうのは、まあ、テリーマもそうなんですけど、ちょっとね、自分としては不満な点ですね。まあ、なんて数少ないと言っていいんですかね。筋肉マンのストーリーの展開としてはかなり不満を持った点でもありましたね。はい。で、しばらくしてからですね、先にちょっとね、パーフェクトランジターマズスオリジン編の方をですね、紹介するとですね、ここではね、ポーラマンと戦っていますね。ポーラマンの試合はですね、まあ、要はリアルタイムで読んでいたんですが、まず勝つかなとは
思っていたんで、安心して読んだってこともあって最初印象はそんななかったんですよね。ただやっぱりコミックスで読み直していくと結構ね熱い展開もあるんで、自分としてはねスルメのようにじわじわと評価が上がった試合でもありますね。やっぱ好きなシーンといえばですね、結構なんていうかな、ウォーズマンの魅力がね凝縮された試合でもあったかもしれないんですが、例えばタワーブリッジネイキッドを仕掛けるシーンとかですね、あとはやっぱりその最後の最後に仮面を取られてしまうんですが、その時にもねひるまずにね、超人は面で勝負してるわけじゃないっていうね、そういったセリフを吐いたシーンもねすごく好きですね。はい、あとこの試合についてはですね、その素顔に関することもそうなんですが、例えばですね、あのマンモスマン対マンモスマン用の特訓が生きるシーンも、要はウォーズマンスマイルで攻撃をかわすみたいな、そういったやつも生きるシーンがあったんで、そういう点では様々なトラウマを克服した試合であり、やっぱウォーズマンとしては大きく成長できた試合なんじゃないかなとは思いますね。はい、で、あと筋肉マン2世でも登場して、究極の超人タッグ編では試合もしてるんですよね。まあ戦績については、一応ジャングルブックスはこれはまあ間引きの試合なんで、まあ一応カッコつけてますけど、他にはチームコスマスにメテオマンですね、メテオマンたちに勝ったりしてたんですよね。ただ、最後の、まあ、次の試合のね、新生ヘルエクスパンションズですが、まあ、これ途中からね、要は最初は、ウォーズマンとマンモスマンですよね。で、ネプチューマンと、セイウチンで戦って、で、セイウチンがウォーズマンにパロスペシャルで敗れたんですよね。だからネプチューマンだけになっちゃったけど、土壇場でマンモスマンが裏切るわけですよ。で、ネプチューマンとマンモスマンが、まあ、新生ヘルエクスパンションズを、まあ、結成、あと名前は後で決まったのかな。まあ、要はマンモスマンと ネプチューマンが組んで、ウォーズマンが倒されるっていう、そういった展開だったんで、ルールも OK みたいな感じになっちゃったんでね。まあ、これは結構、なんていうのかな、究極の超人タッグ編でも大きく評価が分かれるところかなとは思うんですけど、個人的にはちょっと、なんていうのかな、残念かなとは思いましたね。はい。まあ、そんな感じなんですよね。ただね、その、筋肉マン2世全般に通してみると、どちらかといえば、場外でね、陰ながら活躍したっていう陰の MVP なんじゃないかなと思いますね。例えば、その、超人オリンピックでは、その、クロエっていうね、超人に化けて、ケビン・マスクを支え続けて、で、まあ、打倒万太郎を成し遂げてね、で、ケビン・マスクのね、優勝にね大きく貢献していますし、あとデーモンシード編でもボルトマン対策のヒントをですね、まあケビン・マスクに与えるなどとね、まあそういったところで活躍してるんでね。あとなんといってもね、ウォーズマンは筋肉マン2世の超人投票の第4回の方で1位に輝いてるんですよね。だからまあ結構なんていうのかな、その筋肉マン2世においてはその究極の超人タッグ編の最後はちょっとあれなんですけど、うん、全般通してみれば輝いていたのかなとは思います。はい、この点評価分かれますよね。で、最後にですね、まあ、ちょっと新ストーリーではどうなるかなってことなんですが、まあ、ちょっとね、なんていうのかな、何個か予想してみるとね、次の試合ではひょっとしたらそのウォーズマン理論があったじゃないですか、バッファローマンの時に1200万パワーのあれですよね。はい。で、新しいね、新ウォーズマン理論が来るのかなみたいなのはちょっとね、期待しちゃいますね。ひょっとしたらそのウォーズマン理論でなんで、まあ具体的にどうやって1200万パワーをひねり出したのかっていう説明とかね、原因が明らかになるのかもしれないかなっていうのもちょっとだけ期待したいんですけど、さらにはもっとパワーアップ版、ゆくゆくはなんだろうね、その勝手に思ってるんだけど、ひょっとしたらサタン側の超人で1億超えみたいな、その神殺しみたいなやつが出てくるかもしれないんで、その時にはなんかね、ウォーズマン理論で1億2000万パワーを叩き出してね、勝ってくれるんじゃないかなみたいな勝手にね、妄想してるんですけどね。まあ、とにかくこの点ね、またちょっと触れるのかどうかっていうのはちょっと気になるところではありますね。はい。で、次にですね、まあ、再びカジバのクソ力を発動する展開はあるのかってことですね。これもバッファローマン戦ではあるんですが、一度ね、その、筋肉マンとの戦いによって、カジバのクソ力がプログラムされて
ていたんですよね。でそれを使用してバッファローマンに攻撃をしていくんだけど、結局はその負担がすごいんで、ちょっとまあ半ば使いこなせてないって言った方がいいですかね。そのことによって体がズタズタになっちゃうんですよね。はい。だからその後はなんか、まあなんていうかな、あからさまにカジバのクソ力を使うシーンというのはなかったのかなとは思うんですけれども、再びそのね、成長したウォーズマンがですね、カジバのクソ力を、プログラムされたカジバのクソ力を発動する可能性があるのかっていうのはちょっと気になるところです。ちなみにポーラマン戦ではですね、スーパー友情モードっていうのを発動して、活動時間5分延長して、さらにはですね、自身のパワーをね、10倍以上増幅させていたんです。まあ10倍以上っていうのはポーラマンが感じ取ったからところからなんですけれども、まああくまででもこれは友情パワーの強化版なんで、カジバのクソ力と友情パワーで結構重なる部分もあるかと思うんですけどね。まあ友情パワーを強化したやつがスーパー友情モードなんでね、まあカジバのクソ力とはまたちょっと違うかなとは思うんでね。はい。まあ、このスーパー友情モードを超える何かしらを使ってくるかもしれないですね。で、次にですね、これ要はミハイルマンが出てきたストーリーでですね、要はミハイルマンをね、ロボ超人にしたその博士みたいなのがいて、それがユーリ・コピロフっていう人なんですけど、これミハイルマンの動画でも言ってるんですけど、その、ユーリ・コピロフが再び登場するか、もしくはその新作のロボ超人は登場するのかっていうのもちょっと気になるところではありますね。はい。まあ今言ったようにミハイルマンをロボ超人した張本人であるんで、いわばそのウォーズマンが誕生するきっかけを作った人物でもあるんですよね。だから再登場する展開ってもなかなか面白いかもしれません。またその本人が登場しなくても、その遺作みたいな、まあもし死んじゃってて、その作って残してあるロボ超人をサタンがなんか利用してすごい強いやつが出てくるっていうね、展開もまあありなんじゃないかなとは思いますね。まあこの点可能性は決して高くないかなとは思うんですけど、ちょっとまあこれもね、期待したい点ではあります。で、最後なんですよ。これどうでもいいんですけど自分ね、やっぱね、ウォーズマンって結構描いてたんですよ。うん、ウォーズマンイラストで子供の頃描いてたんですけど、あるね、ちょっとね、シーンをね、よく描いてて、要はですね、まあ、その仮面が半分ね、なんか取られ、なんか割れちゃってて、その、目ん玉の部分が出てるね、ウォーズマンっていうのをなぜか自分は好んで描いていて、ああいったシーンが原作でも出るのかなっていうのはね、ちょっとね、自分は毎回期待してるんですけどね、似たようなシーンはね、黄金のマスク編の時にちょっとね、出たんですけど、別に戦ってる時でもないし、要はそういったボロボロの状態でもそのね、勝つっていうね、ちょっとね、戦闘シーンでその仮面が半分割れたようなバージョンもちょっと見てみたいのかなっていうのはあるんで、これはあくまで個人的なね、願望でもあるんでね、どうでもいいといえばどうでもいいかもしれないんですけどね。まあちょっとね、ウォーズマンね、そのやっぱり第5位っていうことでかなり人気がある超人なんでね、何かしら活躍してくれると思うんでね、その点楽しみにしていきたいと思います。ではこの辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。